それではセッションを再開いたします本日最後のセッションのスピーカーをご紹介いたします株式会社ハテナの徳上亮介様ですよろしくお願いしますそれではハテナ広告配信システムのクラウドネイティブ化への道のりと題しまして徳上様よりお話ししていただきます徳上様よろしくお願いいたします 株式会社ハテナの徳美です。今日はよろしくお願いします。はじめまして、セッションをご覧いただきありがとうございます。当セッションは、ハテナ広告配信システムのクラウドネイティブ化への道のりと題しまして、自社で内製している広告配信システムを Google Cloud へ移転する中での技術選択や実装について紹介します。 お話しさせていただく私は、株式会社ハテナのアプリケーションエンジニア、徳網良介と申します。このアイコンと、ポクツナという ID で活動しています。よろしくお願いいたします。本日のアジェンダはこちらです。まず、背景となる事業と広告配信システムについて説明し、具体的な移転前のアーキテクチャと課題、そしてそれを Google クラウドへどのように移転したかという順で紹介します。 まず会社紹介です。株式会社ハテナは日本のインターネット黎明期の2001年に創業し、ユーザー参加型サービスを運営してきました。ハテナブログやハテナブックマークといったユーザー向けのサービスで知られていると思いますが、そこで培われた技術力やユーザーコミュニティを生かして、さまざまな企業向けのサービスも提供しています。本日お話しするシステムは、コンテンツマーケティング事業領域の ネイティブ広告配信サービスにつ,についてのシステムです。このシステムは自社の複数のサービスに広告を配信していますが、アテナブックマークへの配信がトラフィックのトラフィックと売上げの中心となっています。なので、この発表では広告媒体サービスとしてアテナブックマークを例に説明させていただきます。アテナブックマークとは、気になったコンテンツを保存することのできるソーシャルブックマークサービスです。 2021年に10周年を迎え、ソーシャルブックマークとしては国内最大のサービスになっています。ユーザーは任意の URL にコメントやタグをつけてブックマークすることができ、多くの人がブックマークしたページが人気エントリーとして表示され、インターネット上で今話題のコンテンツを知ることができます。今回説明する広告配信システムは、 アテナブックマークの人気エントリーや新着エントリーなどのページを掲載面としてネイティブ広告を配信するシステムです。ネイティブ広告とは、フォーマットや機能が掲載されるサービスと一体化していて、サービスのユーザー体験を妨げず自然な形で情報を届けられる広告のことです。アテナブックマークのネイティブ広告では、ブックマーク数やコンテンツのカテゴリー、 コメントを確認できるエントリーページなど通常のコンテンツと同様に提供されます。このような表示は広告配信システム側だけでは完結せず、ハテナブックマークのサービス側でブックマーク数やお気に入りのユーザーなど追加のデータを取得して表示を組み立てる必要があります。ユーザーのブラウザから直接広告配信システムにリクエストして、クライアントサイドで表示を組み立てる場合や、 スマートフォンアプリからエントリー一覧を取得する API の裏側で広告配信システムにリクエストして広告を混ぜて返す場合もあります。このような広告配信システムを、このような広告配信を実現するためのシステムを自社で構築しています。広告配信システムには大きく3つの要件があります。1つ目は広告入稿の領域です。 媒体サービス上に広告枠を定義し、販売できる広告メニューとして整える必要があります。また、いつからいつまでどの広告主に売るのか、広告の予約を管理する必要もあります。もし配信できる広告在庫を超えて予約を受け付けてしまうと、約束の配信量を達成できません。広告主が入稿したコンテンツを審査してコミュニケーションを行ったり、それらを実現するためのユーザーアカウントや権限管理も必要になってきます。 二つ目は広告配信です。広告配信には高速なレスポンスが求められます。多くの掲載面で毎回リクエストされるので、レスポンスが遅ければサービスのユーザー体験を悪化させてしまいます。入稿設定のためのデータ構造と高速なレスポンスに適したデータ構造は異なるため、配信のためのキャッシュデータを用意しておく必要もあります。三つ目はレポートです。 どの広告クリエイティブを何回表示したか、何回クリックしたかなど集計し、お客様にレポートする必要があります。また、コンバージョンの集計も行います。コンバージョンというのは、広告を見たことでユーザーに起こしてもらいたい行動のことですね。一般的には、商品の購入やアプリのインストールなどがよくありますが、ハテナブックマークでは、広告経由で記事をブックマークしたなど、 サービス独自のコンバージョンを定義してレポートできるようにしています。それらの要件を叶えるため、このような広告配信システムを開発し運用してきました。配信設定や入稿を行うためのマネージャーと、広告配信を行うアドサーバーの2つのアプリケーションがあります。コードベースは共通ですが、起動するパラメータによって動作が変わるようになっています。データストアとしては MySQL と Redis を利用しています。 MySQL に配信設定やレポートなど全体のデータを保存していて、Redis には広告配信のキャッシュを保持しています。a d サ Server ーーは広告を返す API だけでなく、ユーザーが広告をクリックした際のリダイレクト処理や、サービスからコンバージョンを受け取るための API も提供しています。また、Add Server は高速なレスポンスを実現するために、ローカルに MySQL と Redis のレプリカを持っています。 配信した広告のインプレッションやクリック、コンバージョンを広告配信ログに書いて、フルエントリーを通してエラスティックサーチクラスターへ転送します。バッチ処理でエラスティックサーチの配信ログを定期的に集計し、レポートとして MySQL に保存しています。Google クラウドに移転する以前からレポートデータを加工したものをビッグクエリに定期的に転送して利用していました。 先ほどの構成図のポイントをまとめるとこのようになります。この広告配信システムを2016年にパールで開発して運用してきました。これらのホストはエラスティックサーチも含め契約データセンターの全の仮存マシン上で稼働していました。障害もほぼなく機能追加などにも応えつつうまく運用できていたと思います。しかしそこから4年の月日が流れるとこのようになってしまいました。 最低限外との境界となるホストは更新されていたものの、システム内の OS やミドルウェアのバージョンの多くが EOL を迎えても稼働し続けていました。えー、これは良くない状況ですね。これらを更新していきたいのですが、状態を持たないアプリケーションサーバーや挙動の安定している MySQL や Redis と比べて、特に Elastic Search をどうするかに悩みました。当時の Elastic Search のデータ構造には、 インデックス、タイプ、ドキュメントという3つのレイヤーがあったのですが、このうちのタイプが e l a s t i c Search のバージョン7で廃止されました。このシステムのレポート集計はかなりタイプに依存していて、ある広告が表示されてクリックされたとき、インプレッションとクリックはタイプの異なる同じ ID を持つドキュメントとして表現されていました。つまり、単純にバージョンを上げればよいという状況ではなく、ログ構造から集計まで回収する必要がありました。 そこで、これらの問題を解決して、開発を持続可能にするため、Google Cloud への移転を決定しました。OS やミドルウェアを更新するだけでなく、将来の更新を楽にするため、データストアをマネージド環境に寄せ、アプリケーション実行環境をコンテナ化します。従来のデータセンター環境において、全で仮想マシンを作るためのスクリプトや手順書は充実していましたが、CPU 使用率やディスク IO を見つつ、 適切な物理ホストを押すと選ぶのは、やはり知識が必要な作業でした。マネージド環境にすることで、インフラチームのメンバーに頼らずに、チーム内でオーナーシップを持って運用したいというのも目的の一つでした。次に、エラスティックサーチで行っているログ集計をビッグクエリーに置き換えることを検討しました。普段は直近数日の配信ログを集計して、レポートを更新するのがメインのタスクなのですが、 たまに企画的な要請から長期間のデータを分析したいことがあります。そういったスポットで発生する分析のためにノードやシャードに余裕を持たせたり、分析用のクラスターを別に用意しておくことはコストに跳ね返ります。移転に際してエラスティッククラウドなどマネージドのエラスティックサーチの利用も検討しましたが、かなり費用がかかってしまうことがわかりました。また、 広告配信ログの集計においては全文検索的な機能を使っていなかったというのもあります。2016年のシステム構築当初はフルエントリーでログを収集し、エラスティックサーチに入れることは全文検索を使ってない場合でも悪くない選択肢でした。選択肢でした木花でダッシュボードを作ったり、調査用の検索経理を投げたりできるのも便利でした。エラスティックサーチは今でもいいソフトウェアですが、 Google Cloud に移転するとしたら、ビッグクエリを使って、よりこのシステム移適して、コストの安い構成を作れると思いました。そうして、Google Cloud への移転プロジェクトに取り組みました。このプロジェクトに参加したメンバーは3人です。アプリケーションエンジニアである私と、他のチームと県部の SRE の2名で行いました。プロジェクト開始からリリースまで約1年で、 検証や試行錯誤を含めたコミット数は1220コミットでした。実際にプロジェクトの開始からリリースまで1年かかったのですが、他に優先度の高いプロジェクトを進める合間で移転プロジェクトをやるという体制だったので、プロジェクトの前半はあまり進みは良くありませんでした。途中でメンバーである SRE の1名の対象が決まってしまい、彼は従来のシステムから一緒に構築したメンバーというのもあって、 このプロジェクトを終わらせて移転したものを引き継ごうと全員のメインの業務として進めることになりました。ここから加速してグラフのようにリリース直前の1ヶ月で全体の3分の1のコミットが行われてました。まあ、初めから主務としてやれば大体4ヶ月から5ヶ月程度の規模のプロジェクトだったと思います。それでは Google Cloud への移転の道のりを見ていきましょう。 プロジェクトの開始から移転完了までのトピックはこのようになります。技術選定から移転完了まで、そして移転後の暮らしまでを順を追って紹介します。まず技術選定からお話しします。アプリケーションの実行環境にはクバネテスエンジンを採用しました。パールによって実装されているアプリケーションなので、App Engine などに言語のランタイムは提供されていません。 コンテナイメージが動作するものから選ぶ必要がありました。当時のクラウドランはまだこなれていない印象でしたし、App Engine ンンのフレキシブル環境も一応検討しましたが見送りました。これらの実行環境も状況に応じては使いたいところですが、ある程度以上複雑なアプリケーションの場合、今後もクバ t テスエンジンが第一候補として選ぶと思います。例えば、今までクローンで行っていたバッチ処理を移転する場合、 クラウドスケジューラーを使って、バッチ実行用のエンドポイントにリクエストを送ったり、バッチ用のサービスを起動するといった実装方法も考えられますが、追加の実装や管理が必要になります。クマネテスでは、クロンジョブというリソースを使うことで、既存のスクリプト、既存のクロンスクリプトを手をかけず移転することができました。バッチ処理の配達制御やリトライなど、考慮しておくべき定番の課題に対しての解決策が用意されているとも感じました。 加えて必要に応じて複雑な構成を作ることができるというのも選択した理由です。パフォーマンスのために a d サーバーにレプリカを同居させる構成は、この移転プロジェクトで見直してシンプルに変えたいと思ってはいましたが、移転して十分なパフォーマンスが出るか、この段階ではまだわかりませんでした。ノードごとにステートフルセットを置いたり、サイドカーのポットでレディスのレプリカを動かす選択肢が残るというのも採用した理由です。 データストアはそのまま対応するマネージドサービスを選びました。MySQL と Redis なので、Cloud SQL と Cloud モリ m o r y ですね。次に、p ー r l から Google Cloud を利用する方法について検討しました。p ー r l は今でも悪い言語だとは思いませんが、もうメインストリームの言語ではないというのが実情です。なので、現代のサービスでクライアントライブラリが提供されることは滅多にありません。 これをどうしようかなと思っていたのですが、Google Cloud には一貫した API リファレンスがあったので、個別の API を叩くこと自体は難しくありませんでした。認証部分については、アプリケーションデフォルトクレデンシャルズという Google Cloud API を利用する際の標準的な認証情報の解決フローがあるのですが、これをパールで実装することで全体の API が気楽に使えるようになりました。このアプリケーションデフォルトクレデンシャルに乗っとれば、 ローカル開発やデプロイ先の環境にサービスアカウントキーを配置しなくて済みます。今回の移転プロジェクトで特別に実装が必要になった箇所はごくわずかで、まず簡易なビッグクエリクライアントですね。クエリとパラメーターを渡して API リクエストを行い、ジョブから結果をページングしつつ取得したり、要はアプリケーションから使いやすい形で取得するなどは追加の実装が必要でした。 それとパブサブのプッシュサブスクリプションの署名を検証するところぐらいでした。次に CI-CD です。以前はジェンキンステストを実行し、手元からキャピストラーの絵でプロイする運用でした。GKE クラスターへの CI-CD パイプラインとしていろいろなツールがあります。スピニカーやアルゴ CD、テクトンなどを検討しましたが、結局見送ることにしました。 これらの CICD ツールを使おうとすると、大抵実行環境としてもう一つ別の GKE クラスターが必要になります。この移転が一段落するとデプロイ頻度も少なくなりそうですし、単一のサービスのために立て続けるのは費用面でも管理面でもややいまいちだなと感じました。また、当時 GKE 向けの CICD サービスが Google Cloud で計画されていると聞いたのもあって、それを待ってから考えようと判断し、クラウドビルドでやることにしました。 この図のように Git リポジトリへのプッシュを契機にテストを実行してイメージを作ってプッシュしてブランチ名に対応するクラスターへデプロイする。それぐらいの素朴なパイプラインであればクラウドビルドでも十分に実装できます。次にレポートの集計をどう移転したかについて話します。広告においてレポートの集計は重要な機能です。広告の成果の指標でもあるし請求の根拠にもなります。 イラスティックサーチからビッグクエリーに置き換えるので集計を再実装することになるのですが集計結果が以前と変わってしまうとめちゃくちゃ困ります。また本番環境を切り替える際に広告配信を止めたくありません。レポートに不整合をなさずに切り替える方法を検討しました。そこでまず行ったのは広告配信ログを先行して Google Cloud へ転送することでした。 従来環境にもなるべく手を加えたくなかったので、新たにクラウドロギングエージェントが動作するホストを立て、そこにログをフォワードし、ロギングへ転送することにしました。こうすることで従来環境は FluentD の設定に転送先を一つ追加するだけで済みます。これをプロジェクトの初期に行いました。クラウドロギングへ転送したログをビッグクエリーに送り、日々の実際の配信結果を使って集計クエリをテストすることができます。 従来環境で行ったレポート集計とビッグクエリーでの新たな集計結果を比較しつつ安心して実装を進めることができました。また、既存のユニットテストもビッグクエリーで動作するようにしました。例えば、一つの広告インプレッションからは一つのクリックしか形状しないという仕様があるのですが、これをテストするため一度広告を取得してインプレッションログが書かれて同じ広告を何回かクリックして 複数のクリックローが書かれるというところまでは、というところまで処理があるんですが、集計時はそれぞれ1インプレッション、1クリックとしてカウントされることをテストしています。従来は Docker 上で e ラ a s t ック Search を立ててテストを実行していましたが、BigQuery で集計するようになるのであれば、当然 BigQuery でテストしたいです。しかし、テストへ利用できるようなエミュレーターはありません。 都度テーブルを作ってしまうことも考えましたが、別の方法で解決しました。テストプロセスごとにログバッファーを作り、テストからクエリを投げる際にフックして、ログをクエリ内に展開してテストを実行するようにしました。広告配信ログは JSON 文字列で書かれるので、ビッグクエリの JSON 関数で値を取り出し、実際の広告配信ログテーブルの構造になるように、Wiz くの中で変換します。 そして、そのウィズク内で生成される仮想的なテーブルに対して集計クエリを実行します。こうすることでテストの並列化もできますし、テストが中断された際にゴミが残ることもありません。ビッグクエリのテーブルを読む際に最低10メガバイト分のスキャン費用がかかるのですが、それも節約することができます。こうして既存のテストをそのままビッグクエリで動作するようにできました。 次に広告配信ログをどうビッグクエリーテーブルでインサートするかですが、このプロジェクトではクラウドロギングの転送設定、シンクをそのまま使うことにしました。Google クラウドのプロダクトではログは基本的にクラウドロギングに収集されるのですが、Kubernetes エンジンにおいてもアプリケーションから標準出力に書いたログはデフォルトでクラウドロギングへ収集されます。JSON 形式でログを書くことでクラウドロギング上でも構造化して扱うことができます。 クラウドロギングのログルーターで広告配信ログにマッチする条件を指定し、ビッグクエリーへの転送設定を作ります。こうすることで実装なしにビッグ,ビッグクエリーにログを集めたテーブルを作ることができます。ログパイプラインとして PubSub ブブやクラウドデータフローを経由してビッグクエリーに入れることも考えましたが、特別にデータフロー側で行いたい処理もないし、管理するコンポーネントを減らしたかったので、ロギングのシンクに寄せることにしました。 ロギングのシンクで指定できるのはビッグゲイのデータセットまででテーブル名はログネームから決まってしまいますつまりテーブル名は stdout とかになりますまたログの内容からスキーマが自動で更新されるのでカラムの型が意図しないものにならないように出力する JSON の型をちゃんと一貫させておく必要がありますいくつか気をつける点はありますがクラウドロギングのシンクを活用することで ログの配送経路について考える必要がなくなりました。従来は各ホストにフルエント D を置いて設定を配ったり、中継するホストを作るなどしていたのが全て不要になったのが嬉しいです。ここまで話したログの収集とレポート集計で、広告のインプレッションとクリックについては問題なく集計できるようになりました。しかし、コンバージョンの集計についてはまだできていません。 コンバージョンはコンバージョンとなり得るイベントがサービス側で発生した場合に API を通じてこの広告配信システムに伝えられます。そのイベントが実際にコンバージョンであるかを確認し、該当するクリックがあればコンバージョンとして採用するという流れをとっています。従来は Elasticsearch を検索して対応するクリックを探していたのですが、広告クリックごとに細かくビッグクエリを検索するのは速度面でもコスト面でも良くないです。 なので、クリックの情報は配信ログに書くと同時に、一定期間レディースに保存して、アプリケーション側から参照できるようにしました。これでコンバージョン集計の移植は完了しましたが、実は問題が2つ出てきます。1つ目は、新しいコンバージョン集計の実装が、十分に実環境のトラフィックに対して検証されないままになることです。配信ログとしては Google クラウド環境に転送されますが、 クリックとコンバージョンイベントはアプリケーションの実装を通過していません。二つ目は環境を切り替える際にリクエスト先が分散する可能性がある点です。DNS レコードを書き換えることで従来環境から Google クラウド環境へトラフィックを切り替える予定なのですが、DNS のキャッシュがある期間はクリックとコンバージョンが別々のホストに送られる可能性があります。 例えば、ユーザーがクリックした際のリダイレクトが新しい Google クラウド環境で解決されていても、ハテナブックマークのサーバーからコンバージョンイベントが古いデータセンター環境に対してリクエストされると、コンバージョンの紐付けがうまくいきません。これらの問題に対処するため、ログから PubSub を経由してアプリケーションに伝えるフローを作りました。 従来環境で発生したクリックと受け取ったコンバージョンイベントをログをパブサブへ流し、移転先のアプリケーションへプッシュします。配信ログには同じイベントが複数回記録されますが、中継時にユニークを取ることで解決します。これによって本番環境を切り替える以前から Google Cloud 環境でコンバージョンの集計の動作確認と、リリース上に貯めておくべきクリック情報を整えることができます。 一方のイベントが従来環境で発生しても最終的に問題なく集計できるようになりました。これで集計が一通り完成したことになります。次に付加試験です。実際にアプリケーションを Google クラウド環境に切り替えた際に十分高速にリクエストをさばくことができるのか、新たなボトルネックが生じてないかを確認しました。このプロジェクトではローカストという付加試験ツールを使いました。 本番環境と同等の構成のクラスターを別に用意し、負荷試験のシナリオや初期データを作る API を用意してローカストで負荷をかけます。広告取得 API を叩き、1%の確率でそのうちの一つをクリックするというような実際のユーザーの行動を模倣する形の負荷試験のシナリオを書きます。実際の5倍から10倍程度までトラフィックを増やしながら負荷試験を実施しました。 アプリケーションでは、プロハイラを有効にして、関数呼び出しごとの実行時間を計測したり、レプリカ同居構成の有無でパフォーマンスを比較しました。そして、付加試験の結果、レプリカ同居構成については見送る判断ができました。実際のところ、レプリカを同居してもレス、レスポンスタイムの改善幅はあまり大きくありませんでした。レディスの同居によって約20%レスポンスタイムが高速になるのですが、 平均 15ms のレスポンスタイムが 12ms になるのはやや微妙な差です。プロファイリングによってログを書く部分、シリアライズやログ、ロックにボトルネックがあることが分かりました。アプリケーションコードの改善でレプリカ同居と同程度の改善が見込めるという予測もありましたし、実際のユーザーから、ユーザーのブラウザから DNS のルックアップや SSL のハンドシェイクなど、 接続までに 50ms から 100ms かかっているという実情もあって、微妙な改善幅を取るよりは構成のシンプルさを選ぶことにしました。その他サーバーパラメータの調整なども負荷試験の中で行いました。こうして負荷試験を通して最終的なアーキテクチャも決まったので、本番環境の切り替えに行きましょう。本番環境の切り替えについては大きな割り切りをしました。 当初は完全無停止で移行できるとかっこいいと思っていたのですが、MySQL を無停止で移転するためにはデータセンター環境からクラウド SQL へレプリケーションを行う必要があります。それも一つの手なのですが、マネージャーを一時停止することでレプリケーションが不要になって数段簡単になることに気がつきました。リリース作業中に広告配信設定が変更されないのであれば、アドサーバーはある時点の配信設定で広告を配信し続けられます。 このシステムは 2B のサービスなので、休日にアクセスがほぼないこともあって、事前に告知をしてマネージャーのダウンタイムを設け、その間に MySQL ダンプを Cloud SQL へ流し込むことでデータの移行を行いました。これによって手間のかからない切り替えができました。実際の移転の流れはこのようになります。切り替えの数日前から Google Cloud 側の新しい環境をリリースしておいて、 切り替え時のコンバージョン集計のために、事前にリリースのクリック情報を貯めておきます。リリース当日に従来環境の管理画面でメンテナンス表示をして書き込みをブロックしてからデータベースをコピーします。そして DNS レコードを更新して Google クラウド環境へトラフィックを向けます。動作確認の後、メンテナンス表示を消すリリースをしてリリース完了です。移転後の最終的な構成はこのようになります。 アプリケーションがクバネテスエンジンに移行し、レプリカの同居構成がなくなった他は大きく変わりません。登場するコンポーネント全体が Google Cloud へ移行し、クラウドネイティブ化できました。最後に移転によって変わった運用や得られた恩恵について紹介します。古いバージョンのミドルウェアがなくなって、全体がマネージドになって運用が楽になった以外にも良くなった点がいくつもあります。 まず、分析のためのデータの鮮度が大幅に改善し、コストも下がりました。この画像は案件ごとの想定インプレッションの達成率を表示するダッシュボードですが、これは広告配信ログをリアルタイムに参照しつつ、フェデレイテッドクエリーで最新のアプリケーション上のデータと組み合わせて、データポータルでダッシュボードを作っています。従来は1日2回のバッチで集計したデータをビッグクエリーで転送し、利用していましたが、流度が荒かったり、鮮度もよくありませんでした。 フェデレテッドクエリはビッグクエリからクラウド SQL やクラウドスパナーなど外部のデータベースに接続して検索する仕組みですが定期的にビッグクエリ上のデータウェアハウスやデータマート的なテーブルを更新するのにも使えますまたスプレッドシートのコネクテッドシートでデータの抽出から共有までできるようになったのも良くなったポイントです次にクラウドモニタリングの SLO モニタリング機能を活用するようになりました サイトリライアビリティエンジニアリングについての詳細は活用しますが、SRE リングを学んで目標を定義しても、具体的に SLI や SLO をどう集計してモニタリングするのかという実装面の課題があるわけですが、この機能を利用することでスムーズに導入できます。アドサーバーは可用性やレスポンスタイムに高めの目標を設定し、マネージャー側はリクエスト数もユーザーも少ないので緩めに設定して運用しています。 また、個別のエラー収集もエラーレポーティングで行うようになりました。エラーレポーティングは、アプリケーションがクラッシュした際のスタックトレースを検知して、エラーとして報告してくれます。パールのスタックトレースのパースはサポートされていませんが、API や構造化ロギングによるレポートも行えます。アプリケーションでエラーが発生した際に、このような形式のログを書くことで、依存ライブラリや API リクエストなしにパールからでもエラーを通知できます。 発生した行番号や関数名などもログを通じて送ることができます。これによってエラーの詳細を素早くコンソール上で確認できるようになりました。移転の道のりは以上になります。本日はこのような流れで弊社の広告配信システムのクラウドネイティブ化への道のりを紹介させていただきました。Google Cloud のサービスを活用して少人数で移転が行えましたし、継続してメンテナンスしていけるものになったと思います。 皆様の参考になるお話がもしできていれば幸いですご静聴いただきありがとうございました徳上様ありがとうございましたそれではここから QA タイムに入っていきたいと思います質問のある方はスライドから入力いただければと思いますすでにいくつかあのご質問いただいておりますのでえっと順にご回答できればと思います まず1点目の質問ですけれども、えー、移行先に Google Cloud を選んだ背景を教えていただきたいです。比較検討などはされましたでしょうかということです。こちらとカミ様いかがでしょうか。はい、そうですね。弊社ハテナは結構 AWS を使っているチームが多いんですが、まあ、ビッグクイデータ分析だけビッグクエリを使うっていう選択をよく取ってます。で、えー、データをビッグクエリに入れた。 って考えたときに、まあ、ログデータをウィ e k l に入れたいと考えたときに、クラウドロギングを使ってウィ e k l に入れるっていうのが、まあ、やはりやりやすかったんで、そういう構成をしたかったっていうのが一つですね。うん、あとは、他の小さめのサービスとかをいくつか Google クラウドでつ作ってきたんですけど、まあ、その中でもやはり作りやすかったというか、そうですね。アプリケーションエンジニアが結構自立してサービスンまで持ってきやすいなと感じていたので、まあ、 えー、僕の所属しているビジネスプラットフォームチームは結構、人数が少ないともあって、そういったところを重視して、Google クラウドを選んだとといいうう感じですすねありがとうございますあのこの質問に関してはあの、関連するというか、近しいご質問も別でいただいておりますので、こちらを次取り上げられればと思うんですけれども。うん えっと、はてなさんといえば、もうすでに使われていないかもしれませんが、オンプレゼンというイメージがありましたが、クラウドも利用されているんですねと、えっと、AWS ではなく GCP を選択した理由はやはり BQ でしょうかというところで、えっとまあ、ここについてはある程度、先ほどご回答いただいたような形ですね、えっと、オンプレとか前の,のサーバーとかもまだあの他のシステムとかで動いてたりはされるんですかねそうですね。 以前と比べたらだいぶ減りましたが、ごく一部はデータセンターで動いているサービスもあります。うんでまあ、ユーザーさんに見られている主要なサービスは多くはクラウド化されております。なるほど、なるほど。そうなんですね。ありがとうございます。ちなみにあの今回のハテナ高校配信システムのプロジェクトに携わったエンジニアの方々というのは、もともと Google クラウドの慣れ、えー、ジというか、 あのスキルセットも持たれてた方々だったんですかいや、そうではないですね。SRE メンバーは AWS の経験が多くて、GCP は少しだけやったことがあるという感じですかね。で僕はアプリケーションエンジニアの僕は、えー、他のプロジェクトか、ね、GCP をよく使ったんで、まあ、GCP 自体の経験はアプリケーションエンジニアの方が多くて、クワネティストとかインフラ系の知識は SRE の方々の方が 十分持っているみたいな構成のチームでしたなるほどなるほどそのプロジェクトの開始時点ではまだあまりスキルセットを持たれていない方々ってこうど,どういうふうにキャッチアップされていったかみたいなところって、はい、あの今日お話しいただけることってあったりされますかそうですねどう,どういったんでしょう、まあ、普通にって <laughs> 試してるみたいな感じですかね開発環境とかまあ実験用のクラスタを立てて <laughs> あそこにちっちゃなサービスをデプロイしたり、うん、GICD 作ってみたりして、キャッチアップしていったり、まあ、あとは普通に公式ドキュメントを読むとか。ですかね、うん、こうスキルセットが不足していたことは、はい、Google クラウドを選んでいただく上で、うん、えで、っと、あまりこうハードルにはならなかったですかね、御社の場合はそうですね、あまりハードルにはならなかったかなと思います。うんうん、そうですね まあ、n e t 定数エンジンを選んだっていうこともあって、他のメンバーは n e t 定数にある程度習熟していたんで、まあそこはスムーズに使えるようになりました。で、他のコンポーネント、クラウドロギングとか、まあアプリケーションエンジンの僕にある程度知識があったんで、まあビッグエイとかその辺の方はアプリケーションエンジンがやるみたいな感じでやりました。ありがとうございます。 でえっと、もう少し,、えっと、少し関連するかもしれないのでここ、こちらをちょっと先に取り上げたいなと思うんですけれども、はい、えっと可能であればオンプレと比べてたときのこうコスト的なメリットについて教えてくださいということですが、こちらはあの差し支えないいかがででしょうかそうかそうですねオンプレはまあデータセンターの多分ラック単位で契約して、他のサービスとかも載っているので。 まあこのサービスが具体的にいくらっていうふうに出すのは結構難しくて、まあ最初、費用の見積もりとかした時も、それ難しいなと思いながらやったんですけど、まあ、今回の移転プロジェクトで、まあ全体的にはすごく減ったと思います。まあ、訂正的にはすごく減ったと思います。で、一番大きいのは、エラスティックサーチのクラスターが丸ごとなくなって、ビッグクエリーだけの費用になったっていうのが一番効いておりまして、まあアプリケーションサーバーの台数やスペックみたいなのは、 そんなに変わらないかなと思いますかね。まあ、そのエラスティックサーチ部分でコストメリットが出たっていう感じです。なるほど、ありがとうございます。これはあの、本当に多くのご視聴者の方々に参考にしていただけるのではないかなと思います。ありがとうございます。では、次の質問に移っていきたいと思います。はい、えっと、セッションの中でも、こう移行によって運用が楽になったという話あったと思うんですけれども。 これがどの程度楽になったかというご質問かなと思います。移行前、後で体制だったりとか、運用に関わるかなと思うんですけれども、稼働時間に変化があったのであれば、それを教えてくださいということです。こちら、いかがでしょうか、はい。そうですね、稼働時間という面であまり大きくは変わってないかなと思うんですが、やはりクラウド化してマネージドサービスに乗ったことによって、 えー、例えば、障害児の調査とか、まあ、何かおかしいぞとなったときに、クラウドロイングからサットログを検索して調べるとかが、まあ、すごくやりやすくなったんで、そういう面では楽になりましたかね。で内政という面だと、はテナはもともと、もともとというか、数年前は結構デブトオプスが分かれた感じのチーム構成になっていることが多かったんですけど、まあ、最近、チーム好きの SRE を ちゃんとやっていこうというふうな動きになってまして、で、そうなってから、例えば今回話した、えー、クラウドモニタリングの SLO ダッシュボードなんかを一緒に作って見るようにしたり、まあ、SRE やっていくぞって、社内でなったとしても、まあ、具体的なじ事例として、もう社内が先行して、こういうふうにやったらいいんだぞというのを、社内で、なんですかね、共有できるようになったとか、そういうふうに体制、 現代的ななチーム構成の体制になっていいきまました、はい、ありがとうございますちなみに SRE のチーム、新しく立ち上げられた時って、いろんな書籍とかもありますけれども、そういうところから学んでこう、組織作っていったりとか、詩を作っていったりされたんでしょうか、本社の場合は。はい、そうです。SRE を,を推し進める、やる気のあるメンバーが勉強会を開いたり。 マネージャーたちを説得したりして、人工性をこうしていこうっていうふうにしていました。<laughs> なるほど、なるほど。ありがとうございます。素晴らしいですね。はい。えっと、時間も近づいてきたので、えっと、あと2つほどお質問があります。えっと、 えと低レイテンシーが要件としてあったというお話でしたが、ビッグテーブルと,、えー、とビッグクエリーの比較検討は行いましたかということですけれども、こちらはいかがでしょうかそうですね、ビッグテーブル自体は検討は行っておりませんでした。でビッグクエリリにについてても、えー、アプリケーーシションンのレイテンシーを気にして おりましてビッグデータはこうデータ分析側なんでそうですねアプリケーションが広告配信する部分とはちょっと別かなと思います、うん、そうですねでありがとうございます,いいす、ね、はい、はい、ここはちょっと役割があの少し違う部分もあるのかなと思いますのであのもしえっとこのあたり詳細をあのご説明希望であればあの近くのあのアカウントチーム宛てに問い合わせをいただければと思いますありがとうございます。 では、えっと、最後になるかなと思います。えっと、今後の取り組みとして想定されていることがあれば教えてくださいということですが、こちらはいかがでしょうか。はい、そうですね、えー。今日の発表でも CICD のところで、えー、q u a n t u s のデプロイフローをクラウドビルドでやっているという話をしたと思うんですけど、まあ、今はクラウドデプロイというマネージャーサービスが出たので、まあ、それにどうか。 機会を見て移したいなと思っていますそうですね、他には、えー、とデータ分析の話で、えーまあ、データの鮮度が上がったり、分析しやすくなったということをお話しさせていただいたんですけど、まあ、今はそのアプリケーションの中のデータっていう単位で見てるんですけど、もうちょっとビジネス全体のと接続したデータ分析をしたいなと思ってまして、まあ、例えばカスタマーリレーション的な データも別に,別にはあるんですけど、まあ、今、うまく接続されてないんですが、まあ、こういうお客さんはこういう,こう配信をしてくれて、こういう成果が出たよみたいなのをまあ統合的に分析して、アプリケーションからこうビジネス全体を分析していくみたいなイメージでやっていきたいなと思っていますはいいありがとうございました、えー、では、これであの時間もちょうど来ましたので、えー、と以上で、QA 対応終了とさせていただければと思います。 神様ありがとうございましたありがとうございましたえ以上で本日のセッションは終了となりますえもし見逃したセッションがございましたらオンデマンドでご視聴が可能ですのでえぜひご覧くださいまた各セッションの資料は視聴画面の下部にある公開スライドというところから閲覧ダウンロードすることができます最後に2点ご案内をさせていただきます 皆様にアンケートのご回答をお願いしております。視聴ページの右側にアンケートを表示しておりますので、ご回答いただきますようお願いいたします。ご回答いただいた方の中から抽選で100名様に Google オリジナルのガジェットバッグをプレゼントいたします。続きまして、イベントのご案内をさせていただきます。4月19日火曜日より Google クラウドデイデジタルを開催いたします。 基調講演特別公演、ブレイクアウトセッション、ハンズオンなど、えー、多様なプログラムを通して、えー、Google クラウドが支援する企業のデジタルトランスフォーメーションの実現と、えー、新たなビジネス価値の創造について、経営的・技術的な観点から深く学んでいただける機会となっております。ぜひこちらご参加ください はい、では以上をもちまして、えー、ボーンデジタルサミットを終了いたします。で、最後にあの本日の mc から一言ずつ、本日の感想をいただきたいと思います。えー、北須さんいかがでしょうか？ああ、お疲れ様です。あの、ここに振られるのは初めてです。けれども <laughs> <laughs> そうですね。あのビジネス的観点からはですね。あの ux の重要性重要性とか。あと製品とかサービスを打った後にね。 どういうふうに顧客が対流する仕組みとかね、そういう仕組み作りが重要だよっていうふうに、あの藤井様からおっしゃっていましたけれども、あの開発の観点からは、そういったリクエストに対応できるようなあの環境作りっていうのが、あのとてもあの急速にです、ね、進んでいるんだななんて思ってました。具体的にはね、去年とか一昨年とかはですね、あまり聞かなかったですね、あのデータとか ML の領域では、パイプラインの作成とかね。 m l オプス実践されてる企業とか、アプリケーション開発領域とかであれば、CICD のパイプライン作ってますよとか、あと特に最近だと、SLA の設定とかね、SRE の、ねえー、実践とかね、取り組まれてる企業がもう本当に多くなってきたななんて思っています。えー、Google クラウドとしてもです、ねまあ、こういったです、ね、あのデジタルサービスを提供しているボーンデジタル企業とか、 SAS、えー、の,の企業にです、ね、こういったあのビジネス側からのリクエストに,に対してです、ね、実践あの開発側からです、ね、どういうふうに実践できるかというようなあのノウハウとか、えー、情報とかです、ねえー、イベントを通じて、えー、共有できればなと思っていますので。 ぜひです、ね、皆様、次回以降のですねイベントみたいなものがをあの期待いただければと思います。また最後に、ですねあのもしこういう情報を共有できますよっていうふうなあの視聴者なんかがいらっしゃったら、ですねその旨アンケートに、えー、と僕、私、こういう話できますよみたいな話をあのアンケートに書いていただければ、我々からちょっとから連絡させていただきますので、その辺もですねよろしくお願いします今日はありがとうございます。 はい、ありがとうございます。では続きまして坂本さんいかがでしょうか。はい、えー、本日 Google クラウドのテクノロジーを確実使用した皆様のおとみ組をお聞きできてとても興味深かったです。本日のイベントにご参加いただいた皆様にとっても参考になるお話ばっかりだったのではないかなと思っています。あさてあの先ほどウネリー様のセッションの中で話題に上がりました IoT コアのユーザー会の えー、情報、IoT コアの情報をどのように入手していくかなんですけれども、えー、Google Cloud のユーザー会で JAGA というものがございまして、こちらにて年2回の総会とは別に、特定テーマごとに有志が集まり意見を交換する分科会があるのですが、なんと4月に製造分科会が新しく発足されるそうです。その製造分科会にて IoT コアなどもテーマとして取り扱っていくそうですので、ぜひ JAGA へのご参加をご検討いただければと思います。ありがとうございます。 はいい坂本さんありがとうございます最後、はの私からなんですけれども、あのまずは本当に長時間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。であの今日は本当にあの業界、ビジネス問わず、多くの企業様の,あの最新の取り組みをお話しいただきました。あのその中にはこう苦労話みたいなあの生々しいお話も含めて、いろいろお話しいただきましたけれども。 あの非常にあの私自身あの勉強になりましたし、あの非常に楽しくあの聞かせていただきました。で今日の内容があの視聴いただいている皆様にあの少しでもあの参考になればあの非常に嬉しいなというふうに思います。はい。ではあの本日はお忙しい中ご参加いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございます。ございます。それではまた次回のイベントでお会いしましょう。さようなら。